ティンカーボード S を用いた暗号化制御システムの挑戦と題しまして発表させていただきます。本日よろししくお願いいたしますさて、まあ、ちょっと簡単な資料ですが、まあ、通常、暗号化制御は高度化に必要ですと書いていますがこれ、まあ後で理由は説明されると思います今、電気通信大学の小木曽先生という方とあの私ども MTM システムズ協力しておりて今回、暗号化制御というものの実装をティンカーボード S で行いました。 まあ、そもそも論として制御って何だろうというお話になってきますが JIS、まあ、規格によりますとある目的に適合するように制御対象に所定の操作を加えることというふうになっています、まあ、簡単に図面にするとそのまんまですね入力を加えてその処理系に対して、まあ、その最後の出力が得られるという図式になってきますがこちらの処理系というところについて、えー 真ん中古典制御といわれるものが伝達関数、で現代制御といわれるものがここに状態方程式というものが入ってきます。まあ、今回の暗号制御については、こちらの状態方程式の方を暗号化するということで実装を開始しております。ひるが入りまして、現行、この制御工学といわれるものが使われるのは多くの場合、あの例えば工場ですとか、あるいは医療系のバックヤードのシステムといった。あの それぞれの装置がつながってまあ、それぞれに連携しているシステム一般で使われていることが多いです具体的なパケットとしてはこちらのプラントと言われるところにその制御系のところが使われていますねで今回問題にしたいのがこの全体の構成図のところになってきますが 通常、コントロールシステムというのは上位のコンピューターがいてそこにそれぞれのコントローラーがいて現場のスーパーバイザーのコンピューターが存在しそれぞれのマイクロコンピューターに指令を出しているというの構成になっていますで通常の場合ですとこちら点線に囲かかわらせていただいたこちらの部分ここの部分の情報はそのまま生のデータ例えば PLC でいけばモーターでいけば直流の電流 あるいいいはセンサーでいけばアナログ値の値、値値のののデジタル値の値というものがダイレクトにやり取り取をされていま,すまあそれの方がちょっと便利でいいんじゃないのかというふうに思うかもしれませんがまあそうですね実際にこういうふうに内部の外部のネットワーク実際にこういうふうな構成になったとしてもこの点線のところを外部のネットワークから管理しておけば安全だよねとかあるいはそもそもうちのという構成は特殊だからめったに使わないメーカーのものだからよその攻撃者がこの構成を判映することはないだろうと。 あるいは仮に攻撃されたところでうちには非常停止ボタンがあるんだからそれ止めてもう1回リブートすれば大丈夫だよねとかそういうことをおっしゃる方が非常に多いですえ、まあ、一般にそのように考えられていましたし多くの場,の場合それで問題が起こっていなかったのですがつい最近ここのについてこの隙をついた攻撃というものが新しく開発されてきましたそちらの1つ具体例としてあるのがこのスタックスネットという領域になります 先ほどの図面、先ほどのピラミッド状の図面で思い出していただきたいんですが、通常、この工場については、一個一個スーパーバイザーのコンピューターが存在しています。で、このスーパーバイザーのコンピューターというのは、構成にもよるのですが、多くの場合、Windows のコンピューターが使われています。Windows といえば、皆さんおなじみのウイルスの問題が常につきまとっているわけですが、こちらのこの Stacksnet というのは、この Windows のセキュリティホールを使って、 通常であればネットワークに接続していないはずのコンピューターとはいえ内部のイントラネットにはつながっていますランケーブルで。ということで産業スパイに例えば USB メモリーのような形でそのスーパーバイザーのコンピューターにこのスタックスネット本体を入れさせてでまあいろいろとその Windows のセキュリティホールを通じてイントラネットから外部ネットワークに接続し情報を取ってくると。 で情報を取られて何がまずいかというと、先ほどのこのマイクロコントローラーに対して具体的に悪さをします。例えば遠心分離機、高速で取り回して必要な資料を取る装置になりますが、例えばこの装置、あの回転回数の上限というのが通常設定されています。例えば 1, 万回1分間1万回転ですとか、10万回転ですとか。 ただ、ハードウェア的には大抵の場合、余剰が取られているので、例えば極端な話、100万回転みたいなことをやったりすることもできます。ただ、通常、フェールセーフが入っているのですが、先ほどのスタックスネットで埋め込んだセキュリティホールの中から、このマイクロコントローラーの通常は実行できないはずの命令を送り込んで、まとめて遠心分離機や、あるいは熱気へを壊してしまうというような攻撃が、実際にこの、 イラ,ンですね、イランの,この核原子炉の研究施設だと言われていますがこちらで使われている遠心分離機がまとめて800台強震で壊されたというような事例がありますこの1回計測されてから以降イラン以外にも中東各地あとドイツだと鉄鋼所の温調システムが壊されてあの温度が異常になってまとめて停止生産が停止したですとかそういった事例が報告されています では、ではそういったものをどうやってコントロールすればいいのかというところですがなかなか難しいところではあるのですが我々はこのピラミッド構造の中で、まあ、スーパーバイザーのコンピューターに USB メモリーで侵入されるというのは、まあ、今でも気球されているのでであればここで流通されているパケット先ほどあの電気信号ですとか生データでやり取りをされているとお話ししましたがここを暗号化することで、まあ、例えばよそ者が悪さをしたとしてもそのよそ者がこれを 暗号化の内容を解けないようにしてしまえば大丈夫だろうと二重三重のセキュリティになるだろうということで今リファレンスの実装を進めていますで今回いろいろと方法があったのですが、えー、一つ暗号化の公開化基本式というものがありますがこちらの応用例としてエルガマル暗号というものが存在しますこちらを使った、えー、実装ということで今回あのまず C 言語でライブラリを作成しました まあ、あの暗号化の方式についてあのご興味がありましたら後ほど私に聞いていただきたいのですが、まあ、簡単に言いますと秘密鍵と公開鍵というものがあってこのペアで内部のパケットを配置できるというところになってきます。でとはいえ、この実装 C 言語で実装したものの、えー、あ鍵長、まあ、鍵の長さですねこれが長ければ長いほど安全と言われていますが今回30ビットでとりあえずのところ、まあ、組み込み機器に使うこともありますので実装してみました。 とはいええー、先ほどの,あのセンチュリーアンアクスさんの件もそうですが画像処理と同様に行列の計算を行いますでそうなると通常のコンピューター程度であれば問題ありませんが例えば産業機器で使われているようなあのアルデュイーノですとか、まああ,のあいったイメージでいただければいいと思うんですが。 組み込み機器でこんな膨大な行列の計算ということは一般問題になりません。ということで、まあ、もうちょっと軽く作ろうということで、今、っか検証しているターゲットのボードとして現れてきているのが、ティンカーボードの S というふうになってきますね。まあ、こちらの説明については、本日の各地の皆様のプレゼンであの細かく説明されていたと思いますので、私からはあの簡単に触れさせてもらいますが、まあ、主なって、一番大きいのがここですね。あの フローティングポイント、一番下のここの部分ですが、不動小数点の計算がベンチマークレベルで約2倍違います。通常、行列の計算というのは、掛け算掛け算、引き算引き算、割り算割り算という風になってきますが、まあ、こちらあの、誤差の補正のためにあの不動小数点を使うことが多いです。でその際に、その取り扱いが、まあ、某シングルボードコンピューターよりもベンチマーク上で早いということで、まあ、行列の要素分だけこの分、差が出てくると。 加えて、まあ、各種 IO あのストリーあのメモリ,ストリーモリの読み込みですとかあとデータストリームの読み込みについても、まあ、3倍でさらに先ほどのイントラネットの方であのピラミッド構造になっていましたが中であのイーサネット等を使っているケースもありますそのときのネットワークの構成のところについても、まあ、ベンチマークで10倍くらいの差が出ているので、まあ、これらを掛け合わせると。まあ 最初の検証対象としては早く動いてくれるので非常にありがたいかなと実際に組み込み機器の方では OS が動いていないこともありますので大体こんな風な数値になるんじゃないかなと思いますでまあ暗号化の制御についてはじゃあいいけどもじゃあ対象をどうするんだという話ですがで今回あの単にモーターでもよかったんですがこちらあの弊社で使っているロボットアームのヘクスボットというのがありましてこちらを まあこちらの裏のポートの方にシリアルのポートがついているんですが、こちらに命令を送り込むという形での制御でやることにしました。6軸ですので、あの実際にあのパラメーターが6個くらい、1個1個のモーターに与えてあの制御を行っているというような形になっています。構成がこうですね。えー、とまあこちらがスーパーバイザーのコンピューターを模したもので、まあ、手前のマイクロコントローラーのターゲットという構成でそれぞれつないでいます。こちらの方が先ほど言ったイーサの方 でこちらが USB の方からのシリアル一番最初の方から暗号化してそちらを複合化しロボットアームに動かしているというような編成になっていますで具体的にやり取りをされるパケットとしてなのですが ちょっとパッと見てもよくわからないかもしれませんけども、簡単に説明します。一番最初に、例えば 2×2 の行列4、246というパラメータを与えて、暗号化、エルガムの暗号で暗号を行います。そうすると、こちらの方が C1 と C2 というそれぞれのデータパケットになります。こちらをそのままシリアルに流し込むと。で、これを受け取ったこちらの複合化の方は、内部に持っている秘密鍵と照らし合わせて、この2つからメッセージのパケットを生成する。 とといいいううか複合するでする処理を行います究極的にはこの秘密鍵を内部に焼け込んでおくことでこちらのボードがなくなるのですが一旦は検証用のボードということでこういう編成でやってみました現状のところで 60fps 程度のところであれば目立って遅延もなくロボットの動作がしておりますので現状産業用としてロボットを組み込むときに一応なんとか命令としては使えるのかなというベンチマークが出ています 今後、これをどうやってやっていくかというところですが、まあ、ティンカーボードの精度がだいぶ高いこともありますので、これからこの平成をもうちょっと応用発展させて、まあ、さらなる高性能化、あと今のところ攻撃手法については、あの人手で直接パケットを作っているんですが、こちらをもうちょっとパッケージ化して、まあ、コマンド一発で叩けるようにしましょうと、あともうちょっとマニュアル等々を共有することですとか、 あと今回、ターゲットはこのロボットアームになっていますが、産業機器で広く使われている PLC、あるいはテルネットといった他の通信方式も対応できるようにするというような発展を今後、考えています。簡単ではありますが、以上でうプレゼン終わらせてもらいます。